こんにちは、しゅんです。今日はですね、ちょっと天気も悪くて、まあ休日なんですが2日間とも雨ということで、ちょっとどこにも行けないと思ってたんですけど、まあほんの少し雨が上がったこの瞬間があったんで、今日は十勝大橋のすぐそばにある、まあ、場所的には音更町なんですが、このスケートボードパークに来ております。オリンピック後はですね、まあスケボーがやっぱり流行ってるということで、もうここ毎日スケボーの方がすごく多くて、ちょっとなかなか来れなかったんですが、まあさすがに雨ということで今日は誰もいないということで、ほんの少しちょっと遊んでみようかなと思ってます。さすがにファットってわけにいかないので、今日はいつもトライアル用で使ってるダージャン用、こちらをコナーのダージャンですね、こっち使って遊んでます。でもちょっと実際濡れてるんでちょっと怖くて、このハーフパイプバートにはですねちょっと入れなくて、ちょっと遊んでましたけど、まあ遊べる分だけちょっと遊んでみようかなと思ってます。それでは、一応パーク的にはですね、一番大きなバートが一つと小ぶりなバートが一つです。ただやっぱスケボーサイズだと思うんですけど、このバートの幅がやっぱりあのちょっと自転車乗るにはちょっと厳しいかなという感じです。そしてここにクォーターの練習できるようなやつが一つで、ここが幅広のクォーターですねもございます。そしてその裏に、まあこれも多分スケボーなら一番ね、この練習になるかなというのと、意外にここにですねレールもあります。そしていろいろ小さなギブボックスもございます。そこにもちっちゃいクォーターありますね。でこのパーク一周ぐるっとこの赤いアスファルト敷いてあって、まあ、インラインスケートなんかもですね練習できるのかなという感じです。で場所はもうこのそこに十勝大橋見えますけど、十勝大橋のたもとでございます。ですぐこの堤防を越えると車も何台か置けるようになってます。
Thank you.